とりあえず明日と明後日の予定考えました。今日はちょっとイベント最終日なんで、ちょっとイベント頑張るんですけど、ボクチン寝ずにね、ちょっと予定考えました。競馬じゃないです。あ、おかんいらっしゃい。まあ、ようまいな。かっこいい男になれるようにね。たまにムカつけて、結婚とかじゃない、別れるとかじゃない、予定の話だね。かなちゃんおはよう、ねされます。服買いに、そんなしょぼい話じゃないよ。気になる人は内装してもらって、揚げたてやで。揚げたて、時計買う、そうです。見てください、唐揚げ、カニクリームコロッケで、マカロニサラダも完璧でしょ、これ男大好きでしょ。味噌汁、ご飯ですよ。文句あるかねえ、もうさすがにこれ褒めてあげてよ。サラダあるやん、一生懸命作ってくれたんだから、わんぱくな俺に。文句ないよね、ダイアンちゃん。で、今度からご飯はこっちになるんで、これ飯ゾーン、これ飯ゾーンです。飯はこっちで食べます。はい、見づらいね、これ、逆光じゃないでは、逆光、みんな逆光、これテーブルケッチ、違うの、これ白いのね、跡になってんだよ。傷なの、見づらいか、健康診断行ってきます。ナイスクナイスお願いします。俺たちの眉、うん、マジでうまそうじゃん、美味しそうだね、うん、どう、うん、朝ごはんこれ夜ご飯だから、俺の中で。あ、ごめん、うん、ソースいいだろ。うん。あれ。よっしゃ。差してください。マヨネーズ。マヨネーズ欲しいかな。これソース何かけるの？コロッケやろ。あ、女神ちゃんありがとうございます。朝からだから、俺夜ご飯だからね。もう美味しそうでいいんじゃないの、なんかいちゃもんなんかつけたいよな、いちいち、うん、朝からとかさ、おい寝るんだよこれ、飯食って配信したらまずそう、もうブロックだお前。まゆが一生懸命作ってくれた、こいつブロックだわ、気分悪い、飯まずな、めずくまずくなってまう、こんなの灰皿下に置くなとか、汚い部屋住んでんだろうな、どうせブロックするわ、ひどいよ。箸ください、お茶ください、おはよう、ああありがとうございます。20個、大きい大きい、20個もでかいでかい、皆さん、ちょっと来月イベント出ないんでね、もう今月締めくくりたいんで、余裕ある方は、はい、ちょっと負担かけちゃってるんで、香りいらっしゃい、勝ちたいです。おいしい、最高のメニュー。君ご飯もう一回また食べる？いらないです。マジ？ん？君ご飯食べたら、俺おかず楽しみたいときはやっぱ白ご飯だね。あ、そう、おかずが際立つわけよ。
例えばこれでカレーでもおかしな話になるんですよ。やっぱおかずは白ご飯が一番生きるよ。うん。これで五目ご飯でもおかしいんだよ。五目ご飯は美味しいんだけど、それもおかしな話なんよ。出ない舞ちゃん。開け方がわからんこれ。で作るのやめて。なんで？あんま好きじゃない。あの作るの嫌なのは、うん、眉の場合多分お茶っ葉を入れすぎてめちゃくちゃ濃くなった麦茶がたまに出てきそうで、その時に文句言っちゃう絶対俺は。そんなことなったことないけど。あるよね。ないよ。あのあー出すの忘れてたみたいなさ。いい前も隣で食べたくなっちゃった。あれ嫌なんだよ、わかるでしょ。あれマジで俺もう嫌なんで、おばあちゃんがやってたんだわ、あれ。たまに濃くてちょっと朝ごはん美味しそう、ごかれやす。あーあれやす、ちいちゃんわかるでしょ。あれやられたらもう文句言って飲めないな、ちゃん。節約、いやいや、お茶ぐらいいいよね。お茶ぐらい普通に買おうよ。だって安いし、で安いっつったって重たいし違うんや、そんなの。まあ、何百円ケチったところで俺パンと使っちゃうの、そんな何百円とか。でも重たいよ、うん、毎回。マリオが急に家来たらもうしゃあないなと思って小遣い1万あげちゃうやつだよ、うん、キリないから。で好きだけどっつか、それいらない手間なんだよ俺から言わしたら。ペットボトルケースで買えばいいんだよ。うん、そうでしょ、効率考えてよ。毎日カロリーすごすぎん。いや、それはいっぱいカロリー取らないと。カロリー取って配信頑張んないと。アマゾンでさ、買えばもう携帯持ってきて、コメント固まっちゃう。ん？どこにあんの？どこ？ワンワーク買ってやつ。だから味噌汁ぬるいわ。これダメだね。自分が放置したんやろ？うん、ごめん。ぬるいやつだけは、うん、何が何でもいいじゃん。かわいそう、すみません、譲れなくて飲めないぐらいの味噌汁だね。ゼロマン優しくて泣きそう。ちゃんとやろうよ、味噌汁チンチンで。チンチンにしたのに食べるの遅い。カレーうまっ、マジでうまいわ、ジューシー。そんな褒めなかったよ。なんで電子レンジでチンするのよ。いいじゃん。なんで？鍋沸騰させようよ。チンチンやで。いる？そんなの。電子レンジでチンするに。電子レンジでチンする場合は残り一杯が残りましたと。で、ラップしてる場合にチンするんだよ。聞いてない。鍋に味噌汁が残った状況だったら普通にあのガスコンロで温めるでしょ。電子レンジって味が落ちるんだよ。マジでうまい、マリちゃん。マカロニうまい？ん？マカロニどう？それ多分気持ち的な問題あるよね。だってこれこの前作った唐揚げと一緒で、あの冷凍しただけで揚げただけなんだけど、その時はまあ嘘よりちょっとうまいぐらいかなとか言って。そんなこと言ってた？そうだよ。いやマジでうまい。あれじゃあわざとだったんだ。おばあちゃんの唐揚げ超えた。マジで？もともと嫁の唐揚げも超えた。マジ？うん。なんでだろう。なんで？うまいわ。ほんと？ドカノメちゃんの唐揚げも超えたかもしれん。食べたの？ドカちゃんの？うん、パロであり。うん。超えたかもしれん。うん。カニカマ食べてみて、うまいで。マジでうまい、唐揚げ。うん。ドカノメちゃん、この前唐揚げ残してたやん。その人一緒だよ。つうか、うまいわ。よかった。でもドカロメちゃんからすごい。うん。丸く、ちょっと形状、うん、おしゃれだよね。火鍋とか作ってるの見たことある、うんうん、このカニクリームコロッケね、作るの大変だった。あの下処理っていうか種作るのは簡単だったけど、マカロニの代わり揚げるの超大変。あ、違う、
あの衣つけたりするのが超大変。うん、唐揚げもっと揚げればよかったね。ご飯がちょっとベチャついてるね。え？ご飯がベチャついてる。気をつけてね。うん。俺前言ったけどね、ご飯の吸い方もね、忘れてるけどね、まえちゃん。ベチャついてるか。ご飯の継ぎ方も言ったけどね。ああね。いや、ふんわりやったんやけど。いや、うるせえ男って一回言ったら今度から治るじゃん。うんうん、彼女になってみたい人で、文句を言わせないぐらいやってみたい人、俺みたいな彼氏で、こんだけ口うるさいやつでどれぐらいやったら文句言わないんだろう、試してみたいでしょ。試してみたいやついないと思うよ。いるよ多分。自信ありますみたいな。何やこれ、うまい。うん、カニクリームね、うまいけどね。自信ある。いやでまゆちゃんできないことも多いじゃん。おはようだな、豪華なご飯素敵、蹴り入れる、あるわ俺。なんかもともとよりなんか文句言いすぎて、ここら辺のやつもう台所にダーンとか、何をもう食わんでいいみたいな。あ、お嫁に、うん、ああね、うん、やりたくなるかもね。もうこういうの、例えばこれ持ってってもうダーンって食わんでいい、うん、どうせケチつけたの。なんでこんな仕事頑張ってんの、このゴミみたいな飯食わなあかんの、うん、でも行ったことあるでしょ。おでんの時に、うん、俺ご飯食べたいじゃん、うん、でおでんとご飯はないから、肉を塩コショウで、豚肉をね、塩コショウ炒めて、うん、食べんでいいって言いたくなるかもね、うん、じゃあもう食わんでいいとか言って、じゃ前もやっちゃうのかな。もうないの、マカロニサラ、うん、ちょこっとでもね、すぐこれ、こんくらいやったらうんって言ったじゃん。言ってないよ、もうないじゃん、素晴らしいやったな。すぐなくなっちゃったからね、さ、もうそのボールごと持ってきたらいい。そうそうそう、何回も何回もちょこちょこ入れなくて、そう思うでしょ。いいよ、もうないのかな、ね、それかじった、あれあるよ、作ればね。カニクリームコロッケご飯進むんだよ、これ。そうかな、おやつじゃん。そうご飯進む、うん、みんなカニクリームコロッケでご飯進む？部活帰りのおやつね。あ？うん、カニクリームコロッケご飯食べれる？うん。進まないよね、カニクリームコロッケじゃ。納豆あるよ。グラタンとご飯食ってんと一緒じゃん、その人。やば。グラタンご飯と一緒に食うの。ドリア？ああ、上でぐちょぐちょ、いやそういう気分じゃねえな。普通にお米と食べるけど、唐揚げ食べたかった、いっぱい唐揚げ、ご飯がよかった。じゃあ食べんでいい、こんなこと言うんだったら食べんでいい。いや、シチューとご飯いけるけど、グラタンとご飯はいけないでしょ。うん、いける、うん、味噌汁うまいわ。あら、もう少しでなくなるから全部くっつく、あれしてほしい。うまい、これぐらいの薄味がいい、まえちゃん。なんでも味が濃いからさ。いつも薄いよ。いや、濃いよ。濃くないよ。濃いよ。あとこれ、カニカマで、カニの風味が全くないよ、これ。いや、食べなくていいよ。あ、五体あれなんす、イーさん、それ言うと思った、うん。カニ感が全くないね、これ、うん、クリームコロッケだね、これ。カニ入ってるじゃん。カニカマじゃん。カニカマだよ。カニカマじゃ、カニの風味出ないでしょ。あ、まゆ、君ご飯食べよ、うん、ご飯作る気なくない。いや、それでも作るんだよ。それでも、まゆちゃん大好きなんだ、ご飯作るの、俺に食わせるのが。あ、そう、食わせるのがすごい、うん、ガツガツ、うん、豚みたいにさ、でしょ。何言っても作るんだよ。自分にはね、そんな作んないんだよ。あの、一人暮らしの時とかね、作ってくれたりするんだけど、うん、
たらね。クリームコロッケ大変 なんだよ。次から冷凍のやつ買えば。うまいけどな。久しぶりにおかわりが止まっちゃった。ご飯食う男が。あ、重たい。ん？いや、ご飯と食べるものではない。あ、そう。ご飯のおかずがなくなった。俺の手を止めてしまったね。いや、もう作んない、とにかく。もう塩辛い食うわ。あ、塩辛あるよ。うん。塩辛い食う。暑いわ、近くで、湯気がよ。何今の？マジで笑う。いや、見ない方がいいよ、本当に。不快だったらさ。うん、いや、バカだなって笑える余裕がある人だけ見た方がいいよ、もう朝からカリカリ。疲れるでしょ。どう？何を朝からカリカリしてるの？エンタメとして見た方がいいよな、コントみたいに。ね、何をそんなカリカリするのかなと思う。だって俺ら配信者だよ。いや、配信外こんなことしないよ。うん、大人しく食べるよ。自分でご飯それよそいに行くよ、俺は。むしろうちら、あの、すごい静かだよね。静か、おとなしいやもん、旬として。うん、お通夜だぜ。陰キャって、うん、何をなんかその配信者になんかやってよ、うん、カリカリカリ絶対ほんとだって。お通夜だよ。おイライラしてない。やめる、やめとらんや。疲れるふわっちライフは。今だって養分一生懸命富士山登ってるじゃん、うん、それ入って見てきたらいいじゃん。なんか卵閉じてて大根が入ってる、こんなの作るみんな。で、油揚げも入ってる。やばい、これにハマっちゃってるわ、もう。まゆ、塩辛分かったか。だね、養分に内装してくる。あの、戻ってこなくていいからね。養分に内装して、ただいまとかやめてね、ほんとに。そのまま向こう見てないよ。内装してきたよとかっているけどさ、なんで戻ってくるの？意味がわからん。そのまま見てりゃいいじゃんね。謎だよな。あ、水分出ちゃってるね。これネギの水分がまだまだしな。これもうあんまり、もうあと1週間ぐらいよ。うん、そうやろ。うん、辛いわ。やばい、最近食欲。食欲？うん、できたんじゃない？え？できちゃうんだよね。できちゃう？できたんだよね。子供か？うん。いや、もうすぐ生理なの。生理前今。でもできた時ってもう生理来るだろうなっていう時に来ないんだよ。感覚はあるらしいよ。いや、わかるよ。うん。生理がいつ来るか。生理前は食欲増えるんだ。うん。嘘。うん。大変じゃん、女の子。うん。血が出てくんだもんね。でもね、もうね、生理痛になったことなくて。ないの？生理痛もないし、頭が痛くなった経験もないの。そうなの？すごいっしょ。腰は痛くならないの？あ、ない。あ、腰も痛くなったことないもん。嘘。うん、めちゃくちゃね、腰柔らかいの。あの、自慢じゃないけど。うん、飲みときな。あ、女の子によって生理痛しんどい人と軽い人がいるんだ。そうだね、かわいそうだよね。うん、腰柔らかすぎて、うん、あの足と手、あ、後ろから でん、おでこに足をくっつけることができる。意味、シャチホコみたいな。やってみて。できるよ。柔らかいってこと？うん。シャチホコで、あの、あ、足がおでこにくっつく。後ろからビヨーンと。うん。やっ。で、さっきやってよ。できねえよ。やってみてよ、じゃあ試しに。できないっつって。できるかもしれない。やだよ。いや、みんなできるのかもしれない。前ができないイメージしただけで。背筋すらできない。やってみてよ、毎日。じゃあできたらどうしてくれんの？できたら。もう食後だからな。おかわりするの？うん、すごっ。嬉しい、なんか前がいっぱい食べてくれる。いつもあんま食べないからさ、嬉しいわ。いっぱい食べてね、大きくなってね。マジでいいの？うん、
あれは食欲がね、うん、アイアンぐらいまでは全然社長こう早くしてよ、もったいぶらずに行ったらやってよ、もう気になるから、うん、あラブリン5個ありますラブリンあります。あすごいかもすごいすごいすごいんじゃない、できないんじゃない、うん、体柔らかいってこと、腰がめっちゃ柔らかいんだよ、腰が柔らかいんだ、腰が鬼柔らかいの、だからこれもだって意味わかんないやろ、腰が柔らかいの、うん、足が上がるとかじゃない、できるこれバレエやってたとか、えバレエとかじゃなくて、うんうんうん、あの遺伝、あの赤ちゃんの生きた生まれた頃から腰が柔らかいっていいこと